明治時代の絞り加工の花瓶堂、銀、尺銅製、ウォルターズ美術館ヘラ絞りの突金型、製品、ヘラ、奥の棚に金属製や木製の多くの方が見られる。絞り加工とは金属工芸の一つである、炭造の中で板金の加工法で金槌、木槌と当て金などを使い金属の板を叩いて圧縮させ、絞り込み往生に加工し、 容器形状にすることである。追記とも呼ばれる。伝統工芸の絞り加工では、成形品の形状に合わせいくつもの金槌や、当て金が使われる。イメージとしては、陶芸でろくろの上の粘土を絞り上げるのと類似の作用を、金属板に金槌と当て金を使い絞り上げ、鍋や花瓶などの三次元の形を作る工法である。類似した加工法に打ち出し加工があるが、 こちらはくぼんだキウスや、砂袋などを使い板を打ち出し凹ませる、加工法である。単純な比較をすると、直径3 0トルの板金を、打ち出し加工では、直径3 0トルの皿や鍋に加工するのに、対し、絞り加工では高さ1 5トル以上の花瓶を、作る。打ち出しの場合は、伸ばしの加工であるので外周は、 元の板金と同じ厚さであるが、内側ほど薄くなる。絞りの場合は圧縮加工であるので容器の中心の部分は元の板金と同じ厚さであるが、外周へ行くほど厚くなり、口の部分では数倍にもなる。伝統工芸の絞り加工ではおわんほどの大きさの、ものでも数千だ、花瓶ほどであれば、数万台以上と非常に多くの工数や日時を要する。機械加工では、 プレス絞り加工や旋盤によるヘラ絞り加工があり、プレス加工では絞り用のオスメスの金型に板金を挟み込み数秒でプレス成形する。旋盤を用いた絞り加工ではオス型のみのヘラ、絞り用金型を用い、ヘラで押さえ絞り込んでいく。いずれも金型製作や機械への大きな初期投資が必要になるが、手工芸の絞り職人の工数の 数万分の1で安価で均一な製品の供給が可能になっている。機械加工のプレス絞り加工やヘラ絞り加工では成形後に突金型を抜き出す必要があるため、入れ子構造の割り方で口の部分を銅の部分より小さくすることは可能であるが、右上の花瓶のように絞ることは難しい。ありがとうございます。